いや、ちゃうよ。大丈夫です。そこで今日もやっていくんですけど、今日はね、どんどんスケフリやっていこうと思います。昨日言ったんですけど、ツイートした、なんだろう、俺がツイートで、動画でやってほしいデッキを募集しますってやって、結構、ラバーがあって、昨日ラバーやったんですけど、次ね、スケフリとかマジアチが多かったんで、今回の動画でスケフリやって、次の動画でね、マジアチをやりたいと思います。ということで、今回はね、このスケフリやりたいと思います。今、一番、なんだろう、新しくできた型で、新環境で生まれた、デッキですね。で、このデッキは結構もうテンプレまではいかないかもしれないですけど、使ってる人は結構多くて、12勝もめっちゃされてるデッキなんですね。なんで、今、スケフリ使うならこれかなと。で、ここは相手が縦スケ切って、縦スケ入ってるデッキって、プリンス受けが縦スケしかいないっていう場合が結構あるんですよ。だから、そういう時は、とりあえずこれはまず、インドラを止めるための、スケラを打って、インドラを潰すための、これはあれですね、メガゴ。で、インドラを潰していって、ここは、あ、やばい、やばい、やばい。やってもうた。やってもうた。やってもうた。最悪だよ。ここは、もう、竹打つるか。最悪だよ。よいしょ。これでもう、ギリギリで抑えたい。危ねえ、危ねえ、危ねえ。ちょ、待てよ。縦スケ、インド、インドいる。今回、次、縦スケがあるから、ここでスケルは打てないんですよね。だから、縦スケで受けてあげて。うわー、だるい。墓石がめちゃんこだるいっすね、マジで。なんで、とりあえずケツプリンスしてあげて、スケラ打って、オッケーオッケー。これでラバー付け足してくるかもしれないんで、もうスケラ打っちゃいますね。先に、プリンスを刺すスケラを打ちます。で、これっちゃ防衛かな。これっちゃ防衛かなっつって。とりあえず、プリンスがこれで生きたんで、サクサクとやって、なんか出してくるだろうから、フリーズ、ペキーン。じゃあ、これ、墓石？墓石かな？オッケーオッケー。いいよ、いいよ。よし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 。だるいですね、少し。これは、端前ラバーが来そうな顔しているんで、もう一回ケツプリンスですね。ケツプリンスをして、もう一回スケラ打ちます。ディン、ディギ、ディン、ディギ、ディーンってやってあげて、とりあえず、フリーズ。いやー、無理かな。刺さらん。刺さらんか。刺さらんか。これは、どうすっかな。ちょっと待てよ。マジかよ。めんどくせえな、おい。ちょっと待て。ペキーン。お、来た。折れた。よし。オッケー。これ結構いくんじゃない？相手これ無視したら結構いくよ。なるほど。逆サイを攻めてあげるのが大事ですね。とりあえずこれラバ足してきたら、お、来た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 。とりあえずこれは、めっちゃ綺麗に防衛できますね。おいしょ。でもちょっととりあえず、あるうちにこっちを潰しておかなきゃいけないんで、OKOK。穴掘り来たら立て付けで受けてあげて、なんでとりあえず、こうですね。よいしょ。オッケーオッケー、オッケーオッケーオッケー。これプリンスで受けてあげます。オッケーオッケー、オッケーオッケー。ちょ待てよ。まだ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 。いや、こっち行っちゃうか。よいしょ。オッケー、来た。これ決まるんじゃない？普通に。立てすけ。オッケーオッケー。来た来た来た。よし。いえ。オッケー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 オッ
注文で、スケポイと、まあ、あとね、ラバに勝てるの、スケフリがね、欲しいって言ってたんで、まあ、縦スケと墓石を突破できればね、まあ、いいんじゃないですかね。まあ、ちょっと相手の今の甘いところはあったんですけど、まあ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 と。
レッドブル大好きっすよマジで。レッドブルアスリート目指そう。ケンツんち行ってレッドブルしか飲んでなかったもんね。まあ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 と、ちょっと危なかったけどね。まあなんだろう、相手のデッキによってスケラを刺すか、またはまあユニット、まあ結構毎回スケラを解説するときに多分俺が言ってると思うんですけど、相手のデッキによってスケラを刺すか、スケラ以外のユニットを刺すか、まあ一番刺しやすいのはプリンスですね。でその次に、まあ、ベイビードラとか、まあ、そこら辺をね打っていこうかな、打っていこうかなと。でスケラを刺すなら、なんだろう、タルババスケラとかガンガン打っていくんですけど、スケラを刺さないなら、前回のね、ラバー、VS ラバーの時もね、タルババスケラ一回もやってなかったと思うんで、とりあえず陸受け切ったんで、まあ、プリンス。あー、そう来るか。でもこれ普通に、あ、待って、これこうでいいな。で、どっちかをフリーズさせてあげて、まあ、いっか。許すか。今回無駄にエリー使ってもしゃあないかなと思うんで、あれまあまあ入るかね、こっち。なるほど、よいしょ、これでギリ入らない。もうね、その成人式で会った友達とかで、やっぱ割と結構なんだろう、プロゲーマーっていうのを、まあ、知ってる人がね結構いて、なんかもう成人式終わって、俺のそのライキジョンズポンドスってアカウントあるじゃないですか、あれがめっちゃめっちゃフォロー来た、リアトムから。やめてくれていいんですけど、まあ、そういうもう職業だからもういいんですけど、ちょっと YouTube テンション100倍とか見られるのちょっと恥ずかしいですね。さすがに、さすがにトワインエトワインエなんですけど、オッケーオッケーオッケー、これどっちかが入りますね。これ何かしら切ると思うんで、プリンスいっちゃいます。逆サイプリンスで、あと1枚切って、これでスケが回ったと思うんで、オッケーオッケー。でもこのプリンスは、まあ、スケもあるから多分刺さらないんですけど、まあ、今のでね、また相手の始まり言うの、うん、まあでも微妙だったかな正直。どうだろう、とりあえずタルババ、またエリポン置いてきたら美味しいですね。あ、美味しい美味しい。これスケ振りで一発で持っていきたいですね。多分真下にハンターが来ると思うんで、 OK で、これ早めの段階でこのタルババ切ったんで結構入りますね。やっぱりだからタルババのタイミングは、自分が防衛する側だったらやっぱフリーズが来そうであったら結構抑えめに行きたいところではありますね。よいしょ、これミニ残りなんで、この残りカスとね一緒にスケラ打ってあげて、いや待て、これ1体竹取ってから手前からかな。あ、やべやべ、はぁ、こんくらいでいいかな、これは。程よく許容することが大事ですね、やっぱり。OK、これあんた切ったんで、三重師、スケと三重師しかいないんで、三重師が来ると思うんで、ここ。はい、パギーン。OK、これ絶対入りますね。よいしょ、はい、じじと。オッケーオッケー。スケラ打った時とか、打つ前だけでいいんで、今この防衛してる時だけでもいいんで、相手が何を切ったか、で、スケラの防衛するユニットが何かっていうのを考えて、そのなんだろう。例えばですけど、三重子か、今みたいにハンター切った後だったら、ユーのスケ三重子しか防衛できないから、なんだろう、ニコスとかいっぱい切ってて、相手が切ったじゃないですか、今。そうだから2個差がいっぱい切ると逆に30子出すエリがないんですよね。そうだから絶対コモンでしか来ないから、タルバブ転がした後にフリーズ打とうみたいなことをやりながら、なんだろう、そう打つ前に考えるっておけば、そうなんだろう、打った後にどうしようどうしようどうしようってならないんで、結構なんだろう、防衛しながらでもいいんで、次の自分が攻撃する時の相手の来るユニットを考えながら防衛するとか、そういうことが割と大事ですね。まあ、それが難しいんですけど、俺も最初手札把握とかできなかった時がもちろん誰にもあるんですけど、そういう時はどうしようかな、これやべ、2エリぐらい無駄にした。スパーキーか、これちょっとこっち側に打って一緒にフリーズかけちゃえばいいんじゃないかなと思うけどね。よいしょ、これでスパーキーも潰せるし、まあ、スパーキーにこんだけダメージ入れば、あとはエレキとかで防衛できるんで、
相手はエレキ出してからコウモリ足しとかジャイからのエレキコウモリ足しとかするかもしれないんで、よいしょ。まあコウモリそうですね、コブジャイからのコウモリ抱きが、まあ、一番想定できたパターンではあったですね。よいしょ。あーきつい、これはきついか。 OKOKOK で次に、まあ、ヤングガール、ギャング切ってからポイズン切ってロイジャイ、ロイジャイじゃない、ボブジャイ、どうしよう、とりあえずメガゴでいいか。コウモリ切ったんでメガゴでいいですね。マジでまたケツスパーキー。これ対空ユニットコウモリが相手いないんで、あのメガゴに殴られないようにするには、相手はあこれ回ったかな。まあうえっ、うえっ、ちょ待って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 、マジでマジでこれやばいんだけど。あ終わった終わった終わった、俺の夏、俺の夏、夏終わったゲーミング、やばい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 、マジでやばい。あこれでもここでここでポイズン切るってことは、それすなわちですね、やばい、吹き矢に全部持ってかれる、あかん。あこれ吹き矢もまとめて、これ終わった。わあ。いやマジか、マジか、マジか、マジか。おいおい、マジか。いやマジで、これやられた。これは俺のミス。もう。下手くそすぎました。ちょ、ごめんなさい。本当に。本当にごめんなさい。あー、最悪だ。もうマジで最悪。ちょ、待って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 。ちょ、おかわり、おかわり、おかわり。いや、マジかよ。最悪だな。おう、めっちゃマッチング早い。ちょ、レッドブラスリートしつつ。え、え、早くね？早くね？ちょ、待って。これしかないんだけど、カード。ペギーン、強くなった、偉くなりましたね。フリーズも7割コウモリを防衛できるぐらい偉くなりましたね。マジだるいんだけど、え、マジさ、切るカードがなさすぎておつらい。これ何かしらで防衛してくると思うんで、相手もエリア余るんでね。あ、ギャングめっちゃ欲しい、めっちゃ欲しい。これこれで多分なんだろう、ヤリゴブコウモリとかしてくると思うんで、これコウモリとかなんですよ絶対。はいしょ、はい、これ絶対入るでしょ。うん、あれ、あまりあまり刺さってない、あまり刺さってない、しかもちょっとおやばい。はいしょ、あー、これの防衛はなんだ、コウモリ切ったから、ギャング。ギャング切ったなら、これで、プリンスでやってあげれば、メガナイトしか回ってないと思うんですよね、今まだ。よいしょ、縦してあげて、これメガナイト切る、エリクサーないと思うんだけどな、普通に。だよね。まあ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 、許してやらんこともないですね。ちょ待って、これダメだ、折らしちゃダメ、ここは折らしちゃダメ、ここは折らしちゃダメ。いやだる、めっちゃグイグイくるじゃん。これはこれでタゲ取りマンですね。よいしょ、 OK。 ここでギャング切ってきたらプリンスでギャングを受けて、穴掘りとあれを切ったんで、これはプリンスで受けて、あの穴掘りとスケバレを打ったんで絶対に、なんだろう、攻撃されないんですよこのターンは。でここで、あい、おいしいおいしい、インド巻き込みスケラ押して、どうせ、あ、オッケー、こっちか、はいはい、よいしょ、よいしょ、え、嘘やん、そんな。これ溶かしますね、ベビドラの恩恵があるうちに溶かします。ちょっと待って、
19秒。いや、防衛できねえかな、19秒あったら。どうしよう。いや、いけるか、これ。待って、いけそう、いけそう。よし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 。きた。あぶねえ。迷ったなぁ。俺、ああいうとき結構捨てるか迷うんですよね。絶対に中途半端いけなくて、もう本気で防衛するか、全部捨てるって、なんだろう。その、相手がそのタワーに攻撃した、着地した後とか、目がないと上からメガゴで殴るとか、かなーって感じだったんですけど、まあ、ギリ守れましたね。まあ、これがフリーズの強いところがちょっと出ちゃいました。ってことでですね、まあ、こんな感じのデッキなんですけど、やばい。あのカツが込み上げてきましたね。ということで、まあ、この後ね、デッキなんで、ぜひ、まあ、気になった方は使ってみてください。ということでね、まあ、あれですね、まあ、いつも動画毎日出しているんで、まあね、少しでもいいと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。で、ドズさんとかね、キヨキヨさんに、最近ね、よくコラボしてもらって、ドズさんやキヨキヨさんのチャンネルでもね、コラボ動画が上がっているんで、まあね、そちらの方もね、できればチェックしていただければなと思います。ということで、まあ今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。